この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はたった3分うまく見えるイラスト加工テクニックを紹介ということで、皆さんこんなことってないですか？一生懸命イラストを描いたはいいんだけど、完成してみると頑張った割にはなんか見栄えしないんだよな。いやいやいや、そんなことはない。あんなに頑張ったんだからいいに決まってるよ。でもなんか微妙なんだよなぁ、みたいなこと。これはですね、実は原因があります。そして多くの場合、イラストを完成させた後でも、その問題、比較的簡単に解決できちゃうんです。しかも3分で。今回はそんなイラストの完成度をパパッとお手軽に上げられちゃうイラスト加工テクニック5つ紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ、苦労した割にはイラストの見栄えがパッとしない、そんな問題を解決してパッと眠気が覚めるような、見た人の心をがっつりと捕まえられる見栄えを実現できると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それと今回はこの渚ちゃんに協力してもらいます。こちらの画像は僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードできますので、商用利用以外でしたらご自由にご活用いただいて大丈夫です。それでは早速行ってみましょう。トーンカーブでコントラストを上げる。まず紹介したいのが調整レイヤー。とりわけどんなイラストにも使えるテクニックがトーンカーブです。今回もフォトショップを使って説明しますが、同様な機能はクリスタにもありますので心配いりませんよ。やり方は簡単です。まずね、この元の画像の上にトーンカーブの調整レイヤーを作成します。レイヤーから新規調整レイヤーを選び、そしてトーンカーブを選択します。で OK ボタンを押しましょう。そうするとこんな風にトーンカーブ調整レイヤーができました。それと同時にこんなグラフのような線が表示されましたよね。この線を操作してトーンカーブを調整していきます。これいじったことない人は、え、難しそうって思っちゃうかもしれませんが、いえいえ、結構ね簡単です。まずどんな絵にも使える調整方法がこれです。この線の真ん中をちょんとクリックしてください。そうすると真ん中に点が追加されました。その次にさらに線を半分に分割するように2つの点を打ってください。ちょんちょん、はい。そしたら右の方の点を上にスライドします。そして左の点を下にスライドします。はい、もうこれだけ。これだけでね、コントラストがググッと上がって見栄えがするイラストになっちゃいました。めっちゃ簡単でしょ。まあ、ただね、これだけだと細かい部分が潰れちゃったりする場合があります。例えばね、この絵の場合には髪の毛の黒が少しだけ潰れちゃったかなっていう感じですよね。そこで部分部分で細かい調整を入れていきます。はい、この線にはですね、実は法則性があって、線の左に行くに従って暗い色、右に行くに従って明るい色を補正できます。髪の毛は暗い色なので線の左の部分を操作すると調整できます。なのでさらにこの線の左の部分に2つの点を新たに追加して、この点を上下させてみましょう。そうするとほら、髪の毛の中だけコントラストさをはっきりとつけることができましたよね。でね、この調整レイヤーの便利さはそれだけじゃありません。この色調整をかけた後でも色々と調整が効きます。例えば少しコントラストがきつくかかりすぎちゃったなっていう時は、この調整レイヤーの透明度を 50% にしてあげると、はい、こんな風に好きなバランスで色補正をかけることができますし、一度このウィンドウを閉じちゃっても後でもう一回調整したいなっていう時は、調整レイヤーをダブルクリックすると、はい、いつでも再調整可能なんですね。あとは部分的に色調整もできちゃいます。例えば肌色の部分はそのままでいいんだけど、髪の毛だけコントラスト上げたいなっていう時には、この調整レイヤーの右側の四角い枠、レイヤーマスクが表示されてますよね。このレイヤーマスクをクリックして、そして肌色の部分だけを選択します。そしてその肌色の部分を黒で塗りつぶすと、ほら、髪の毛の部分だけに色調整が加わった状態になりましたね。これめっちゃ便利でしょ。もしね、この機能使ったことないよっていう人はすっごくもったいないので、ぜひイラストの最後の仕上げに使ってみてはいかがでしょうか。スクリーンレイヤーでエモさをつける。
次もとても簡単な加工なのに効果絶大、3分でイラストに雰囲気を追加できる超エモエモ加工の紹介です。やり方はこれも超簡単です。わかりやすいように今回は背景をつけますね。そしたら一番上に新規レイヤーを作り、レイヤーモードをスクリーンに変更しましょう。そしたらボケ足の強いブラシを選択して赤とかオレンジ色を選択します。画面下の部分だけにピーって一直線にグラデーションをかけてみましょう。はい、こんな感じですね。まあね、何回か塗り重ねたり削ったりしても大丈夫です。そしたらですね、ブラシは変えずに今度は青っぽい色を選び直して、そして次は画面上部にこれまた一直線にビーッとグラデーションをかけるように線を引いていきます。これもね、ちょうど良くなるように削ったり足したりしても大丈夫ですね。するとほら、レイヤーを追加する前とした後見比べてみると、もうエモさが段違いにアップしたような感じがしませんか？これはですね、イラストに光の演出を加えるっていう手法です。変更前は特に光の演出を意識的に加えている部分はありませんでしたが、変更後は空から当たる青い光、そして地面から照り返してくる暖色系の光、この光の演出を加えることによってその場の空気感まで見ている人に伝えることができるので、なんだか感情が動かされるような超エモエモな雰囲気をイラストにまとわせることができちゃうんです。まあ、今はね、下が暖色、上が寒色という色の選択をしましたが、逆でもいい感じになりますね。下が青系、上が赤系にしてみましょう。ほら、これはこれでいい感じですよね。なんかこうすると地面からの照り返しが青なので、まだ地面が温まりきっていない、どこかね、朝のような雰囲気にも見えますよね。背景の色味や時間帯、季節などによってもどの色のグラデーションをかけるのが良いかは変わってくると思いますので、その場その場でこの色がいいんじゃないかなっていう色を試してみると楽しいと思います。ちなみにこの手法はあの新海誠監督も背景を演出する際にはかなり高頻度で使っている手法なので、すごくね、効果絶大ですね。興味がある方は取り入れてみてくださいね。毛先にグラデーションを追加する。さて、次は少しだけテクニカルな手法を紹介します。人物のイラスト、特にデフォルメされたイラストってどうしても二次元的というか、ペタッとね、平面的になりがちだったりするじゃないですか。まあ、もちろんそれはそれでデフォルメイラストの良さもあるんですが、場合によっては空間や奥行きを感じさせたいなっていう時もありますよね。そんな時に使えるお手軽手法として、髪の毛の毛先にグラデーションを追加するっていう方法が効果的です。この手法はキャラクターの立ち絵が中心で、あまり空間を表現できないんだけど、でも奥行きを表現したいなんていうことが多いスマホゲームのキャラクターイラストに対応されているテクニックですね。やり方はですね、キャラクターのレイヤーの上に新規レイヤーを一つ作成します。レイヤーモードはスクリーンでもハードライトでもどっちでもいいんですが、今回はスクリーンレイヤーモードでやってみましょう。そしたらこんな風に青色で髪の毛にグラデーションをかけます。かける場所は髪の毛の裏画面やより奥にある髪の毛に対してですね。はい、こんな風にグラデーションをかけたら、レイヤーマスクを追加して、ところどころ手前の髪の毛の部分のグラデーションを非表示にしていきましょう。そうするとほら、今グラデーションをかけた部分の髪の毛に空気遠近がかかったような効果がかかって、画面の奥にある髪が画面のより奥側に沈んで、人物に奥行きを持たせることができた感じがしませんか？今は簡単なグラデーションで表現しました。例えばさらに大げさに奥行きを表現したいななんていう場合には、奥に行っている毛、このアホ毛の下の部分とかね、あとは髪の毛の輪郭や首元に接している毛の部分ですね、この部分をさらに明るくして、より向こうに行っているような感じを強めてあげると、ほらさらに髪の毛と髪の毛の間に空気感を感じさせることができ、ふわっとしたような印象に仕上げることができるようになると思います。キャラクターが中心のイラストなんだけど、画面に奥行きを表現したいななんていう時にはこの手法がめちゃめちゃ効果的ですので、ぜひ毛先にグラデーションを追加するテクニック試してみてはいかがでしょうか。グラデーションマップで統一感を出す。今紹介した手法は書くという手間が一個挟まるので、ちょっとめんどくさい、いやめんどくさいと言ってもそこまでめんどくさくなかったと思うんですが、これから紹介する手法は書くという手間が一切ないのにもかかわらず、かなりガラッと雰囲気を変えることができるのでおすすめな手法です。それにはグラデーションマップを使います。レイヤー、新規調整レイヤーからグラデーションマップを選択します。そうすると一番
番上にグラデーションマップレイヤーが追加されました。このバーをクリックして好きなグラデーションマップを選択しましょう。もしグラデーションマップ全然持ってないよっていう人は下の概要欄に URL を貼っておきましたので、僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードしていただけます。今回は全体的に青い雰囲気を大事にしたいので、全体として青が印象的なグラデーションマップを選択します。そうするとこれだけだとさすがに変ですから、レイヤーモードをソフトライトに変更して全体にふわっと色味だけが重なるような設定にしてみましょう。そうすると画面上の濃い部分に青い色が強く適用されて、画面全体の雰囲気が青基調で統一されました。ただ少しかかり方がきつすぎて色が飛んでしまったりしている部分が目立ちます。なので少し透明度を下げてグラデーションマップのかかり方を弱めてあげましょう。そうするとほら、変更前もこれはこれで全然問題ないイラストでしたが、加工後は全体が青基調でまとまりつつも元になかったグラデーションの幅がさらに追加され、雰囲気のあるバージョン違いのイラストが簡単に作成できちゃいました。この手法はイラスト完成後に簡単に試すことができて、しかもいろいろなパターンを作り出すことができちゃいます。ほら、さらに数パターン色違いのグラデーションマップを試した例をご覧ください。これ1個作るのに冒頭3分って言いましたけど、多分ね3分もかかってないですからね。めちゃめちゃ強力な方法でしょ。試してみたくなりません？ぜひこの動画が終わったら皆さんも試してみてくださいね。陰影のグラデーションをかける。最後に紹介する手法、これもおそらくどんなイラストにも適用できるぐらい適用範囲が広くて、そして超簡単な見栄えアップテクニックです。陰影のグラデーションをかける方法ですね。やり方は簡単。まずはキャラクターの形のレイヤーマスクを準備しましょう。キャラクターのレイヤーを全部コピー、そして統合してキャラを1枚のレイヤーにしたら、コマンドプラスレイヤーをクリックするとキャラクターの形の選択範囲ができます。そうしたら新規レイヤーセットを作って、そのレイヤーセットを選択した状態でレイヤーウィンドウの下にあるこのボタンをクリックすると、選択範囲で囲まれている形のレイヤーマスクが作成できます。はい、これで準備できました。そしたら今作ったレイヤーセットの中に新規レイヤーを一つ作り、そして乗算モードにしましょう。あまり濃くない色、例えば少し赤みがかったグレーなどを選び、イラストの端っこの部分にこんな風に優しくグラデーションをかけていきます。はい、こんな感じ。そしたら次にもう一枚新規レイヤーを作って、今度はハードライトレイヤーモードにします。そして今度は少し濃いめの茶色を選んで、画面の真ん中とかあとは上の部分、光が当たりそうな部分に対してですね、これまたふわっとグラデーションを追加していきます。ふんわりふんわり優しくですね。はい、そうするとほら、レイヤーセットを非表示切り替えてみるとわかると思うんですが、ほらイラストに立体感にも似たリッチな印象をプラスすることができたと思います。この手法はアニメ塗りのような単純な塗り分けのイラストにも非常に効果的で、何度も何度も塗り重ねをしたわけでもないのに、最後にちょっと陰影の情報を追加しただけで、お手軽にリッチな感じだけをプラスすることができます。シンプルな絵柄にしたいんだけど少しだけ豪華な感じは出したいんだよなという方は、ぜひこちらの手法試してみてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また今回と同じように、なるべく簡単にイラストの見栄えをググッと引き上げられる構図というのがあります。すぐに使える絵がうまく見えちゃう構図教えます。この動画ですね、っていうかごめんなさい、多分こっちの方が今日紹介したテクニックよりも絵をうまく見せるためには効果的だと思います。その代わりね、今日紹介したものよりもいくらかテクニカルな内容になってきちゃうんですけど、ある程度絵が描けるよっていう人にはぜひチャレンジしてもらいたい内容になってますので、こちらの動画ぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。